こんにちは、大宮です。今日はユリスナルダーのフリーク X を紹介していこうと思います。文字盤も針もなく、ムーブメントが回転して時間を示すという独創的なコンセプトはそのままに、過去モデルから設計も刷新、リューズが備わったことでより使いやすくなり、デザインも洗練され、フリークコレクションへの入り口にふさわしいモデルです。今回の動画でははじめにウォッチボックス、時計のサイズやケースについて紹介します。そして文字盤、時計の裏側、ベルトの解説、最後に実物に触れてみた感想についてもお伝えしますので、ぜひ動画を最後まで見ていただいて、何かコメントを残してもらえると嬉しいです。まずはウォッチボックスですが、シンプルな箱にはブランドロゴが記されています。蓋を開けるとネイビーの天板がついた木製の内箱の中に時計が収められています。なお、取扱説明書や保証カードは後日配送となります。それでは今回紹介する腕時計について見ていきましょう。今回ご紹介するのはユリスナルダンのフリーク X ローズゴールドモデルです。ユリスナルダンは高精度なマリンクロノメーターや三大天文時計で知られるスイスの老舗時計ブランドです。2001年に登場したフリークは、複雑機構であるカルーセルを応用して開発されたもので、60分で1回転するムーブメントそのものが針の代わりに時刻を示すという、他に前例のないセンセーショナルな時計として注目を集めました。そして2019年に発表されたのが、シリーズ最小の 43mm のケース径にリューズを備えたフリーク X です。固定式ベゼルとなったことで防水性能も向上。フリークのエッセンスはそのままに、より多くの人に手に取っていただきたいデイリーユースモデルに進化しました。フリーク X には素材の異なる4つのモデルがラインナップされていますが、今回紹介するのはチタンとローズゴールドを組み合わせたモダンかつ華やかな1本です。それではケースについて見ていきましょう。ケースサイズは 43mm で、過去のフリークコレクションの 45mm からサイズダウンし、やや小ぶりになりました。厚さは 13.2mm となっております。ブラック DLC コーティングを施したチタンと 5N ローズゴールドという異なる素材の組み合わせが魅力的なケースとなっております。ローズゴールドはやや赤みがかった色合いが印象的で、引き締まったブラックチタンとの相性も抜群です。フリーク X のケースで特徴的なのは、3次位置に備わったリューズです。初代フリークをはじめとするフリークシリーズは、表と裏の2つの回転式ベゼルによって時間調整やゼンマイ巻き上げを行う仕様となっていたため、リューズは備わっていませんでした。フリーク X ではシリーズとしては初めてリューズによる操作が可能になりました。そのためベゼルよりもシンプルなものへと変わり、全体のデザインもすっきりとしたモダンな印象となりました。リューズの反対側のケースサイドには個別番号が記されています。次は文字盤について詳しく見ていきましょう。モデル名のフリークは英語で風変わりを意味する言葉、そして X は X レイ、つまり X 線から来ており、透明性を意味します。フリーク X の場合は文字盤を持たないという定義で、見えている部分全てがムーブメントを構成する針のないデザインとなっているのが特徴です。I 字型に組まれたバケットムーブメントが1時間で軸回りを回転するフライングカルーセル構造となっており、センターブリッジが分針の代わり、ホイールの一つが自身の役割を果たします。ブリッジエンドには自転するフライングカルーセルの動力源となる台形のユニークなオシレーターが組み込まれています。オシレーターが毎秒6振動する様子を正面から覗き見ることができるのもこのモデルならではの特徴です。また、点輪やひげ千枚、アンクルといったパーツは全てシリシウム製となっております。ムーブメントにシリシウムパーツを用いたのは、2001年の初代フリークが史上初で、フリークの革新性の高さを象徴する素材でもあります。シリシウムは超軽量シリコン製の部品のことで、耐久性や耐磁性に優れ、精度の安定化にも貢献します。また、ユリスナルダンではシリシウム素材のパーツに対して10年保証を付与しています。内歯車はバーインデックスと一体化しており、右下のゴールドの歯車が噛み合うことで中央プレートが動き、時刻を示します。今回のモデルは自社製の自動巻きムーブメントをベースに、フリークの特徴的な機構のみをモジュールとして組み合わせた設計となっており、輪列を大幅に合理化し、歯車の数を減らしたことでよりシンプルで大胆なデザインとなりました。カラーリングはブラックの持ち場にゴールドとホワイトを取り入れたケースとの調和が取れた色合いとなっております。時刻の読み取りやすさも個性的なデザイン性に反して意外なほど悪くありません。穴石として文字盤のデザインを邪魔しない透明なルビーが採用されているのも特徴的です。次は時計の裏側を見てみましょう。裏蓋は固定式でサファイアクリスタルのケースバッグからは自社製の自動巻きムーブメント UN230 を眺めることができます。ローズゴールド製のセンターローターの自動巻きムーブメントでシンプルなデザインのローターにはユリスナルダンの怒り型のロゴマークが刻まれています。自動巻き機構はユリスナルダンが長年採用してきたシンプルで巻き上げ効率が高いマジックレバー式となっております。パワーリザーブは72時間とパワフルで日常使いで困らない実用的な性能を備えています。振動数は毎日 21,600 回、部品数は405となっております。続いてベルトについて見ていきます。ベルトはラグとのつなぎ目部分にゴールドのポアンドブリッドステッチを施したアリゲーターレザーストラップとなっております。レザーストラップとローズゴールドのケースとの組み合わせによってエレガンスと機能性を両立させています。バックルはケースと同じピンクゴールド製のフォールディングバックルとなっております。防水性能は 50m 防水となっております。今回のユリスナルダフリーク X のピンクゴールドモデルの感想ですが、これは実際に触れてみるととても魅力にあふれた時計だと感じました。まず最初に感じたのは複雑なのにシンプルに見えるということです。文字盤がなく見えている部分が全てムーブメントで構成されており、シリシウム技術を用いた独自のフライングカルーセルを備えたデザインはユリスナルダンを知らない方にも興味を抱いてもらえるはずです。針の形状や構造も独創的で、時計を見るたびにワクワクしついつい眺めていたくなるようなデザインです。実際に手に取ってみると付け心地も非常によく、シンプルさと複雑さの相反する要素をバランスよく両立させていると思いました。他にはない大胆なデザインの時計が好きな方、新しい技術に興味がある方におすすめです。お取り扱い店舗は大宮心斎橋店となっております。ご購入をご希望の方はぜひ店舗までお問い合わせください。概要欄にもリンクや詳細を記載しておきます。保証期間はご購入日から2年の国際保証となっております。またユリスナルダン正規取扱い店舗にてご購入の場合、通常の国際保証期間である2年に加えて3年間の延長をし、計5年間といたします。ということで今回はユリスナルダフリーク X のピンクゴールドモデルについてレビューしました。本日の動画を最後まで見ていただいてありがとうございます。この動画がいいなと思ったらぜひ高評価もしくはチャンネル登録をよろしくお願いします。そしてコメントで感想やレビューをしてほしい時計のリクエストを教えていただけますと嬉しいです。それではまた次回の更新をお楽しみに。ありがとうございました。